出る旅顔が変わる、夜ふかし、フェフアネさんの相方たださん、花がつんと、激変整形報告。久々のテレビ出演に反響。フェフアネさんと相方のたださんが、16日に放送された、月曜から夜ふかし日本の大大大問題。秋の全国一斉調査スペシャル、日本テレビ系に登場。 たださんの激変ぶりがネット上で話題になっている。この日の放送では、フェフ姉さんとたださんのロケ企画、全国フェフニュースが久しぶりに放送され、秋のフェス修行を観光した。すると冒頭でスタッフが、たださんに対して、結構、今回、顔、変わりましたよね、と指摘。たださんはかねてより SNS などで整形を公表しており、 鼻がつんと成形したプロテーゼを抜いて新しいプロテーゼに変えてと詳細に説明。さらに鼻の下の溝にカールをつける C カール形成も行ったと明かしていた。秋のフェス修行で二人は新潟市で開催されたドロンコカップ2023に参加。フェフ姉さんは田んぼ版のビーチフラッグドロンコフラッグに出場し、 決勝戦で惜しくも敗退。準優勝という結果だった。一方、田田さんは田んぼうちに設置した箱の上に立って対戦相手と紐で引き合う、ドロンコ紐相撲に出場して勝利。出場に際して、フェフアネさんは鼻を成形している田田さんを気遣ってか、鼻だけ気をつけろ、と声をかけていた。視聴者の間では、 たださんの整形に反応する声が続出。ネット上で、出るたび顔が変わる。たださんバージョンアップしたな。たださんの鼻は前のバージョンの方がいい。たださんの鼻取ってつけた感。たださんもう可愛くなったから、これ以上いじんない方がいいと思う。たださん前の整形の時が好きやったなぁでも、本人が今満足してるなら、それが一番やけど。と様々な声が飛び交っていた。 以前から整形について赤裸々に明かしている多田さんであるがゆえに、世間の反応など気にせず今後もカスタマイズしていく。